どんどん焼きは水に溶いた小麦粉を主体とする日本の鉄板焼き料理である。江戸時代後期に記録のある文字焼きから派生し、大正時代から昭和十年代にかけて東京を中心に流行した軽食である。作り方は現在の広島風お好み焼きやどんどん焼きから派生して西日本で流行した遺産養食と同じ、のせ焼きが基本で多様なスタイルの鉄板焼きが 土上の屋台において提供された。名称は、同商品を売る屋台が、どんどんと太鼓を鳴らしていたことから、あるいは、作るそばから、どんどん売れたことから名付けられたとも言われる。また、大名意見のモテキマサキは、焼く際に上から木べらでどんどん叩くからと主張しており、当時を知る者の間でも意見が分かれ、定説はない。サイズは、現在のお好み焼きなどと比べると小さく、 子供が小腹を満たす程度の大きさが主流であったようで、ある。池田やサブロの著作に、大きさで、値段の違いがあって、牛天の十銭のなどになると、新小道十センチはあって、たっぷりしていたと記載されていることから考えて、通常のものは、片手のひらに収まる程度の大きさであったと思われる。1931年頃、東京の屋台や縁日で、どんどん焼きが評判になった。 その後、昭和前期頃までは東京、下町界隈などでもよく見られた。作家、池波翔太郎は、少年時代に、東京浅草在住で、どんどん焼きを実際に多く食べ、その思い出や商品内容を多くの著作に書いている。それら著作によると、当時の商品内容は、現在のお好み焼きに近いもののほか、食パンを三角形に切ったものへ卵を入れてといた。 小麦粉を塗って焼きウスターソースをかけたパンカツ、溶いた小麦粉を小判型に伸ばした上に牛、豚の生肉薄切りを乗せて再度小麦粉を振り乾かない、うちにパン粉をかけて両面を焼いたカツレツ、溶いた小麦粉を細長く伸ばして豆餅と餡を乗せて巻き込んで焼き黒蜜をかけるお汁粉など今ではあまり見られなくなったメニューも多く存在した。子のおやつとしてだけでなく、 酒の魚や惣菜として大人も買っていくことが多かったという。また必ずしも小麦粉を用いたというわけでなく、キャベツやジャガイモを炒めたものや、焼きそば等も販売しており、どんどん焼きとは鉄板焼き料理全般を指す言葉でもあったようである。池並は自身で店番を買って、出たりオリジナルメニューを考案するなど入れ上げ、将来どんどん焼き屋になろうと本気で考えたが、 周囲の反対で実現しなかった。どんどん焼きは戦後廃れたが、東北地方の一部などにはローカルフードとして残っている。屋台で販売される例が多く、歩きながらの飲食に適したように棒に刺したり、巻きつけたりして提供される。また、浅草の老舗お好み焼き店、染太郎では、 お染焼きという名称で戦前式の作り方のお好み焼きが販売されており、さらにパンカツやシューマイ店といった独特のメニューが現在も残されている。太鼓焼、き、今川焼きの別名としても使用される。大阪のは島木餃子フライ園形で供されるものとして、岩手県の薄焼、き、どんどん焼きがあり、半月型で供されるものとして、宮城県仙台市の どんどん焼き、お好み焼き、富山県のどんどん焼きがある。割り箸に巻きつけて供されるものとして、山形県内陸部のどんどん焼き、宮城県仙台市のくるくるお好み焼きがある。なお、大阪府伊勢の和、島木は材料や割り箸に巻くなど類似点があるため、参考として一覧に含めた。上山土地の漫画、クッキングパパ第11巻の 巻いて巻いてお好みバーでは、お好みバーとの名称では、シマキが登場した。短冊状のどんどん焼き、山形県内陸部のどんどん焼きは、東京で修行した大場亀吉が山形へ戻り、昭和13年頃にリアカーで販売したのが始まりとされている。ソース味が一般的で割り箸の周りに巻きつけて持ち運びやすくしたところが最大の特徴である。 最初はどんどん焼きを競技に乗せて売っていたが、熱くて食べにくいために、大葉は一本の削った木の棒に巻き付けて売るようになった。しかし、後進たちにとっては技術的に難しかったため、二本の木の棒、あるいは割る前の割り箸に巻き付けるように変化したとされている。作り方は、まず小麦粉を水で溶いた生地を角の取れた長方形から楕円型に薄く伸ばして焼き、乗り、 青のり魚肉ソーセージなどを乗せる。焼き上がったところで、一本あるいは二本の割り箸に、ロール状、または短冊状にくるくると巻き取り、ソースなどをハケでつけて、完成となる。山形市の霞城公園周辺において、祭りやイベントの際によく出展されるが、営業地を特定せずに、バイクで屋台を引きながら、山形市内を点々と巡っている者も,もいる。また、 7日、頂上店街には常設の店があったが、現在は、大の目のスーパーマーケット内に移転。なお、宮城県の祭りなどへ、山形風どんどん焼きを積極的に出店している、店もある。最近は店舗によって、チーズや餅入り、カレー味など様々なバリエーションのどんどん焼きが登場している。くるくるお好み焼き仙台市における、くるくるお好み焼きの屋台仙台の、 どんどん焼きは、醤油味、ネギ入りで、持ち運びやすいよう半月状をしている。どんどん焼きのほか、お好み焼きと称してどんどん焼きを出す店も見られる。また、口述するように、くるくるお好み焼きも存在する。作り方は、まず小麦粉を水で溶いた生地を丸く引き伸ばして焼き、ネギ天かす干しエビ、紅生姜などを乗せ、それに醤油を塗って、半分に折って出来上がりとなる。 かつて、一戦天屋で提供されていた時は、各自で焼いて食べていた。また、かつて屋台や駄菓子屋で売られていた頃は、新聞紙や藁番紙などに挟んで手渡されていたが、現在の祭りやイベントの出店では、焼きそばと同様に、ビニールパックに入れ、割り箸をつけて手渡されることが多い。お好み焼き専門店では、お好み焼きとは異なるものとして、メニューに加えている店があるほか、 国分町にはどんどん焼きを看板メニューにしている店もある。なお、店内飲食ではお好み焼きのように皿に乗せて出される。くるくるお好み焼き山形のどんどん焼きに影響を受けたと考えられる。くるくるお好み焼きがある。作り方は熱した鉄板状に小麦粉を水で溶いた生地を楕円形に引き伸ばし、紅生姜、ふりかけ海苔、魚肉ソーセージの輪切りを並べて焼き。 一本の木の棒に、ロール状に巻きつける。これを醤油だれが入った壺にさっとくぐらせ、もう一度焼くと出来上がりとなる。その他森岡市八田町、佐々木商店の薄焼き、薄焼き、または、どんどん焼きと呼ばれる。具が少なく、醤油味が基本であり、海苔をつけるため、食感、味は磯辺焼きに近い。ただし、ソースを選択できる店もある。 作り方は、仙台のものに近いが、仙台のものよりかなり具が少なく、大きな海苔を一枚上に乗せることが特徴。最後に、半月に折ることもあるが、一般には、円形のまま供される。屋台などでは競技に乗せて提供されることが多い。食材、調理法の点で、岩手で食される、南部せんべいとの関連性が見られる。大正末期に、北埼玉郡を市長で誕生したとされる。 当初よりフライ焼きという名称で販売されていたが、材料、調理法、味などは当時東京で流行していた、どんどん焼きそのものである。富山県のどんどん焼きは、ソース味が一般的で箸を用いて食べることもある。調味料には刻み昆布や桜エビや、くれない生姜を入れ、青海苔などをかけて食べることがある。生地は円形に焼き、半分に折って食べる。 どんどん焼きは主に東京に近い県東部を中心に食べられている。東京から伝わったどんどん焼き、関西から伝わった洋食焼き、さらには戦後関西経由で広まったお好み焼きが、両文化の交わると山で混同されている部分もある。ありがとうございます。